年の1月まで自衛隊に勤務していました末延と申します。ちょっと在職してですね、舞台側にいる人権侵害にあってですね、体を壊しまってですね、もう早くちょっとお願いします。よく言葉が出ないんですけども、ちょっとお聞き苦しいと思うんですけど、私の、ね、考えていることをちょっと皆さんにもお話ししたいと思います。まず今さっき古川先生おっしゃったことを自衛隊についてね、実際ちょっと説明していただいたんですけども、その中でちょっともう一つは私が言いたいのはね、自衛隊法という法律なんですよ。この中に第61条っていう法律がありますね。これはどういうことが書いてあるかというと、政治的行為の制限というのがありまして、我々というか自衛隊員は政治的活動に関与するという、こういう一文なんですけど、したがって今回の有事放送みたいな、こういうもろ我々自衛官にね、もろ利害関係が及ぶようなことで、その自衛官本人が何も発言することができないんですよ。仮に発言したら処分されるんですよね。またそれをいいことにしてね、自衛隊上層部、安倍政権、これは隊員をね、公文先生をしていることへ臨んで我が身の危険を顧みず戦死職務になった、そういう戦争をしてるから、お前たちの戦場に行って死んでもいいんだ、こういうことを言ってますね。とんでもない話ですよ。私たちというか自衛官が入隊するに誓った公文先生は、憲法9条に、ね、基づいた、ね、ことに対する自衛隊本来の任務に対する大したことなんです。すなわち、ね、必要最低限の、ね、武力の行使、国民を守るための、命を守るための、それに基づくための、ね、任務のために、我が身の、ね、危険、自分の位置をこれをさらしてね、落とすことになっている任務を遂行する、そういうことなんです。少なくとも私はね、そういうつもりで、ね、宣誓しました。自衛隊本来のね、任務について命を落とすことだったらね、私はね、一切ね、後悔しません。皆さんもご存知のようにね、この世で何が大事か、自分の命が一番大事なんですよ。命がね、お金とかそういうもんじゃないんですよ。そうね、自分で一番大事な命をね、なくしてでも国民のね、命を守りたい、そのためにはね、後悔せんと、そういうつもりでいるんです。でまたそれをね、いいことにね、先進職務にね、専念しよう、そういう一文なんですよね。我々がね、誓った先進職務というのは、この外国にね、出かけていってね、喧嘩を売るようなことに、そういうことがね、私たちのね、職務だと思ってません。私たちの職務というのはね、本当にね、国民の命を守るだけ、それも最小限のね、そういうことなんです。あともう一つ、今度有事法制の改正の中の一つね、自衛隊法の改正があります。これね、一つ私気になったのは、国外においてもね、上官のね、職務上の命令に従う義務があると、従わなかったら処罰と、そういう一文があるんですよ。これはどういうことかというとね、例えばこの間の米軍でありましたね、動くものは何でもね、犬でも子供でも、そういう命令があって、それで米兵がね、その命令中心に履行したわけですよ。